次は形を整える工程です。出来上がったパン生地を一斤ずつの正確な量に切り分けて丸めます。形を丸く均一に整えることで発酵によってできる炭酸ガスが外に漏れないようになるのです。パン生地を丸めたら生地を休ませまた少し発酵させます。パン生地を薄く伸ばしながらガス抜きをしていきます。炭酸ガスの気泡を小さくして気泡の数を増やします。パンを切った時に中に見える気泡がきめ細かく一定の大きさに揃っている方が美味しいパンになるからです。薄く伸ばしたパン生地を棒のように巻き M 字型に折り曲げて四角いケースに詰めていきます。 M 字型に詰めることで広がりやすくなりきれいに膨らみます。ケースに詰めたパン生地を最後に 4、50 分最終発酵させます。焼く前にもう一度発酵させるとソフトでしっとりとした美味しいパンに焼き上がります。